とは、青学のちょっと外国人留学試験に関してもちょっと触れたいと思います。外国人留学試験っていうのは、基本的に EJU って言われてる日本留学試験ってのがあって、SAT とかと比べると、まあまあ難しいなって感じがします。やっぱり日本レベルに合わせたものなので、まあまあ難しいなっていうふうに思うんですけど、その EJU がなくても受けれる、そのいわゆる留学生向けの入試って最近結構増えてて、例えばその、慶応だったら、まあ、SFC のもちろん AO のギガとかそうだし、あとは例えば、慶応経済のパールなんかもそうですよね。とか、あと、早稲田の政経だったら SPSE とか、あと、上智だったら SPSF とか、あと、まあ、それぞれの国際教養学部とか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、日本留学試験なしで受けれるものって結構あって、そういったものを、どういうふうにこう、対策していきますかっていうふうな話があります。